本日は緊急集会、韓国は敵なのか、輸出規制を撤回し、対話での解決をにご参加いただきまして、本当にありがとうございます。7月26日、78名の呼びかけ人で始めました、この声明の賛同は、9375名の賛同を得ることができました。アクセスは26万を超えております。意見をかけるようになっておりますけれども、 4048件今公開をしております。ぜひあの、えー、ご覧になっていただきたいと思います。日本が敵ではないんだと韓国ではね。えー、まあ安倍政権とそれを支持する勢力と日本のまた市民の方、一般の方はまた違うんだといその二分論っていう的なものがようやく向こうでもあの定着するようになりまして、そのきっかけを与えてくれたのがこの声明でありますし、またそのめにそこの声明に対してまた向こうの知識人も。 応答するような形で声明が出されたということは非常にあの意義深いですし、私はあの韓国人の一人として、本当にこの場を借りて感謝申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。私たちがこの声明を出さなければならないというふうに考えましたのは、今年の7月の初め、日本政府が韓国への半導体原料の輸出を規制すると、 これまでにない制裁措置を発,動発表してからです、今回の経済措置は、両国関係の基盤を崩し壊してしまう、非常に危険な政策であるというふうに考えました半導体製造に関連する産品目のうち、一品は確か日本が90、もう100%近いぐらいのシェアを持ってますし、他にも7割、あるいは6割ぐらいのシェアを持っている品目が多いし、輸出規制は、 ある程度必要なものだと思いますので、100%安倍政権が悪いとは私は思っておりませんあの、実際にその輸出規制、輸出転用、あるいは日本の安保上にあの引っかかる案件というのは、韓国側でも適用されてますし、日本側も適用されてますあの、そういう事実があるのは、皆さん、ちょっとあの存じ上げて、留意されている方がいいと思いますし、今回の安倍政権がやった輸出規制というのはあの、かなりタイミングが悪くて説明が下手だったなと、韓国に WTO 提訴というような口実を与えてしまうようなまずいやり方。 経済産業妨害省が電子デバイスメーカーのを全部潰しちゃってる諜本人なわけです結局原子力原発に推進で原子力に突っ込んで東芝が経営危機の状況になってで日立と三菱重工がもう危ない状況に陥ったで日本の化学産業が素材は質がいいんですけど 結局日本の国内に電子デバイスメーカーがほとんどいなくなっちゃったわけですよ政策の失敗でもう全部バタバタになっちゃったわけですよで有機 EL だってもともと言えばソニーの発明なわけですよねところがもう全部事業を追っ払って結果的にはサムソンとか LG に負けちゃったわけですよ経産省としてやろう,やろうとしてるんだサムソンや LG や SK を困らせたいための 輸出3品目を選んだところがこの3品目はどうも品質の高いものでわざわざ武器とか軍用に転用することは絶対ありえない復活水素をサリンにやると半導体グレードのものは高くて貴重なものそういうものをターゲットにしてサリンに使わなきゃいけないのかってありえないんですよ。 中国産のすごい安いやつで一般的なものであればコストは猛烈に低いてすごく手に入りやすいのにんでそんなものをやるのかもともと軍事転用とかいうのは取ってつけた理由でサムソンをいじめあったんです156品目の韓国の貿易省があの摘発した事例を持ってきて関係ないだろう3品目とは。で 曖昧にしてホワイト国とかいう話にして全部あれですからフェイクメディアですからほとんどファシストメディアですので軍事転用とかそういう安保とかいう話でそれを韓国や北朝鮮との関わりで非常に煽っていくナショナリズムを煽っていくようなやり方はこれはもうとにかくやめなきゃいけない安倍首相の原点はどこか。1997年の2月に 日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会を作り、その事務局長になりました。この会は、河野談話に反対し、慰安婦の強制連行ということを否定し、若い世代に誇りを持つような歴史教育をと主張したわけであります。これが安倍さんの政治活動のやっぱり原点でありました。19年、本年の1月でございます。国会冒頭の施政方針演説で、安倍首相は中国、ロシア、 北朝鮮についても関係の改善を目指すということをるる説明しましたが、韓国については一言も触れず、韓国を相手にせずという態度を取ったわけであります。そしてその後の6月の大阪での G20 の会談の際に、ムンジェイン大統領が参加しましたが、ムンジェイン大統領とは立ち話もせず、実際やらなきゃならないムンジェイン氏との会談は行わないという態度を取りました。そしてその後に7月の 問題になっている経済的な措置が韓国に対して捉えたわけであります。で、現在はジ,ジソミアの破棄もありまして非常に大変なことになりまし、なっております。安倍さんのブレーンの一人で、細谷雄一さんが書きました。地政学的に韓国は重要でないと言い放ったわけであります。そして重要なのはアメリカと中国だと。アメリカとは同盟を固めていき、中国と 安定的な関係を維持するこういうことを述べていますひょっとしたら安倍さんの考えにはこれが近いのかもしれませんがこんな道が実現できるはずがありませんだからもう一つはまあ安倍さんが日韓条約でもう全て終わってると完全かつ最終的に解決したとそれでは1965年の日韓条約が結ばれる頃とっていうのはどういう状況だったのか1964年に 東京オリンピックがあったわけですね。東海道新幹線が走ったわけですね。高度成長で非常に浮かれてる時なんですね。韓国に渡したものは独立祝い金であると。何かまずいことがあったから償いをするものでないというふうに外務大臣が豪語したわけで。で、日韓条約がいかに政治的な妥協の産物だったかと。1961年。 あの日韓交渉の中において、韓国が12億6000万ドルの要求を出した8項目の要求というのがあります。しかし、韓国の判決がこう言っております。請求権協定の交渉過程で、日本政府は職員支配の不法性を認めないまま、強制動員以外の法的賠償を徹底的に否認し、韓日両国の政府は、日程の朝鮮支配の性格に関しての 合意を得ることができなかっただから、日本政府は一貫して、植民地は合法であったと主張して、植民地への生産の必要性を認めなかったんだろうから、だから解決済みとすることはできない。これを日本政府は国民に知らせないままに、国家間の合意に反する、韓国はちゃぶ台返しをしていると、まあ、こういうふうに言ってるわけです。国家間の合意に反するちゃぶ台返し、分かりやすいわけです。しかし、そもそも、 1965年の請求権協定のあの茶舞台には植民地への問題は載っていなかったということを私たちはしっかりと広めていかなくちゃいけないと思っています。1945年8月のポツダム宣言に受諾によって戦争が終わるわけですけれども、実はポツダム宣言には、回路宣言の条項は履行せられるべくと書いてあるんですね。で回路宣言なんて書いてあるかっていうと、 朝鮮の人民の奴隷状態に留意し、やがて朝鮮を自主独立のものを楽しむ。国際社会は朝鮮の人民は奴隷状態に置かれているという認識を持っていたということですね、えー。戦争は近隣国と起こるんですね。そして近隣国の領土問題、あるいは 返協問題の中で起ここってくることになります安定して発展してきたアジア東アジアで、えー、戦争の足音がひたひたとしてきているジーソミアという安全保障の問題で同盟国であるにもかかわらず情報を共有しないというすごい段階に入ってきていますこれはまさにその戦争前夜の状況 とと近いい、えー、状況だと思っています日本を憲法改正させて、日本を軍事化させて日米の、日米がこのアジアを仕切るというような形になって、韓国が従属化に置かれてくるようなっていう構図がまあ見えてくると米、日韓同盟が揺らぐのは中国にとってはプラス、ただし、えー、建て前、外交上はそうではない、ところが日韓が対立して、お互いにそっぽ向き合っていると。 この日韓中の FTF 交渉はなかなか進まなくなる。だから中国は RCEP、より広いインドを含めてですね、より広いアジアの経済共同体構築に動き始めてるんだけれども、この RCEP の構築にも不利である。えー、というのが中国人、えー、学者の見方でありました。 あの本屋さんに行くと、いわゆるヘイト本っていうものがずっと山積みになっていたり、まあ、あのそういったヘイト的な雑誌なども次々創刊されて、それなりの,あの売り上げを上げたりというような状況もあります、えー、韓国を敵にすると、安倍さんの支持率がどんどん上がっていくえ、つまりヘイト文化がこれほど乱熟しているところに今、我々は立っているんだ。 平等文化みたいなものが日本でここまでにしてしまったあのいろんな社会のある意味の責任というかそういうものもあるんじゃないかなというふうに思っています。中国と韓国まあ韓からですね朝鮮半島これを絶えずその「から」の中で内側で区別する差別するっていうこういう伝統を持ってまいりました。 まあ日本は朝鮮半島は自分の領分だっていうそういう潜在意識みたいなものをずっと抱え込んできているこれがその反省をしないというその問題につながっているわけです私が住んでる神奈川県いっぱい徴用工の人が働いて回ってるんですねそれは強制じゃない募集できてもそれは国の土地を捉えちゃったんだから強制とほとんど同じですよね そんなのいっぱいあるんですよ日本であの遠い話じゃないんです徴用工の人たちが作ってくれた水を私たちは毎日飲んでるんです皆さん知らなかったんです外国人の人がどんなに日本の基幹産業になって働いててくれたかまあ日本は非常に大きな今世界の中で浮き上がった孤立した状態ですね 北海道、あの、北方領土についてはロシアとの対抗があり、そして、えー、韓国と、えー、竹島問題、あるいは北朝鮮と拉致、ミサイル問題、そして中国と尖閣の問題を抱えていますが、えー、その中で唯一の同盟国が韓国だったわけですね。韓国と日本を結ぶ航空機のあの路線が次々と閉鎖されて、私のふるさとの北海道でも韓国から た大変たくさん、まあ、毎年観光客の方がいらしていたのが、激減をしているというような状況もありまけども、日本の生産性に関するという人は、世界、今30位ですね、去年と比べて5ぐらい起こっていう現在の日本の政府に、まあ、助けになっている国って言ったら、イスラエルぐらいしかないんじゃないでしょうか。 えー、アメリカも決して日本の友達、本当に友達なのかどうかも分からなくなって、えー、来始める北朝鮮の、えー、長距離ミサイルに対しては、トランプは中距離や短距離ミサイルについては、えーまあ、そのままでいいということを言っていて、えー、なんと実験をやっても、まあ、とても元気な国だねっていうような言い方をしています。こ、えー、これすすごいい危ないことですよね あの様子を見るとかお,お互いの意見に耳を傾けるといったようなことを言っている場合ではなくて私たちの社会の崩壊につながることなんだという危機の意識を、まあ、皆さん思ってるからこそここにいらしてるとは思いますけれどももう本当今日からでも明日からでも声を上げていくというようなことをさらにしていかなければいけないんではないかなというふうに思っています。NHK のの放送文化研究所というのが年から 5年ごとに行っています日本人の意識調査というのがあります。2011年。日本人は他の民族と比べ優れていると思うか。この回答どのぐらいだと思いますか。なんと67%。バブル時代とほぼ一緒の数字があてる。やっぱり日本というのは優れている国。日本というのは一流国である。そういう意識は日本人の間で非常に を待っている会社の先輩がです、ね、あの突然、私の席に来て、妻と娘が私を置いて韓国に行ったんだが、韓国は大丈夫だろうかということをあのよく聞かれます、日韓関係が悪くなると、大体そういう質問が来ます、今、韓国に行って大丈夫かと、なんか日本の女性がちょっと暴行を受けたという話もありましたので、まあ、心配するのは分かるんですが。 まあ、全くないですね。はっきり言って韓国の人はそんなにバカじゃないですし、韓国の人はもう日本の人大好きですし、普通に観光すればお客さんとじゃ接してくれるまあ、そういう感は韓国だと思っております。韓国がいわば非常に時代の先端を行くですね。ローソク革命という17世紀から20世紀までの間の市民革命とは、あの非常に異なった。新しい市民革命を切り、開いた国であるという。 あのキャンドル集会のキーワードも国民主権ですよね。国家の主人は国民であると。で、そこに非常にその影響を与えた映画がまさに弁護人、ドム・ヨン大統領の弁護士時代描いた弁護人という映画の中で、 国家とは国民だというあの、尊悟保のね、セリフがありますけれども、これがあの、キャンドルの実はすごい大きなあの、同化性になったものですね。韓国は一本の映画が本当に歴史を変えるというようなこともある社会ですので、21世紀に向けた韓国というのはそういう国なんだと。平和と民主主義、そして人々が,が主人となる、まあそういう国。もちろんそこに当然日本の役割っていうか日本の存在が出てくるわけですね。つまり韓国の民主主義を、民主化運動を支援したのは、 まさにここにおられる先生方あるいは皆さんというのは日本の市民社会が60年代から70年代80年代とどれほどその韓国の。 民主化運動そういったものを支援しまた連帯をしてきて今に至っているのかというねその点はもちろん韓国などよく重々知ってますのでまさに日本の市民社会と共に、まあ、市民国家とも言えるかもしれませんけどもそういったことを作る今実は実験をやっていてそこに従来型の,、まああの非常にナショナリスティックというか国家主義的な部分の反動が来ている今状況なんだろうと思います。第二ののの独立運動を戦ってているという一つの、まあ、物語がままたできてますね、えー、あの時 朝鮮韓国は徹底して抵抗することができなかった。そしてチニルパのイワニョンみたいな人が勝手に韓国併合をしてしまったというところで、今度、今回は絶対それをさせないというか抵抗するということで、若者たちのそのブログ等々でもその独立運動を自分はできなかったけど、今回の不買運動には参加しますというような、まあそういったことが、まあ若者たちの間に広がっていて、まさにキーワードは韓国語で言うチョイジマというのがね、ビビるなと。 いうのが今一つの時代精神になっています。あらゆるものに対してビビるなと。今、日本に対しても、そしてアメリカに対しても、ビビるなっていうのが一つ。韓国の若い若、そのキャンドル世代の若い人たちの時代精神になって、それが今の日本に対する抵抗につながっているんだろうということです。韓国と我々が向き合うときに、一個の哲学と向き合っているんだっていうですね。まあ、これはあの儒教の、まあ、朱子学というか、えー、理と気の世界観、気の空間では、韓国の人は。 えとケンチャンタっていうその、まあ、大丈夫だよっていう、えー、問題ではありませんって気にしないでいいっていう言うけれども一旦理の空間になると「えー、タジダ」っていうですね徹底的に追求するリズムで問い詰めるっていうですね今まさしくタジダの時代に入ってしまっているわけですね。でこれは政府の問題であるだけでなくて日本の市民全体が一個の哲学と向き合う。 そういうういことと。が必要だろうとえと訪日韓国人数っていうのがありますがで今も確か1月から7月まで,で今450万ぐらい確かに韓国から日本に来てると思いますで日本も294万っていうのは韓国よりは少ないですが稀に見る多さですよねでお互いこういうふうに普通の国民がその実際に行き来してですね実際に体験してだんだんと日韓関係理解が進むのかなと思ったらだいたいこういうふうにまあ政治的なリスクっていうのが発生してすごく残念な関係になるっていうのを 私もすごく残念に思っております。一番ビジネスがしやすい気心も知れたのが、やっぱり日韓関係のビジネスなんですね。 まあ、そういうのをできるだけ、まあ、政府は邪魔をしないようにしていかないといけない、実際に日韓関係で協力して一番うまくいっているレースは確かにかなりあります、なかなか完成はしませんが、モンゴルのウランバートンの国際空港の建設は、受注は日本の確か三井物産だと思いますけれども、施工はサムスン関係の国ですね、あのそういった例もたくさんあります、あの第三国で日韓が手に取ってです、ね、あのそういっている案件を進めているというのが一番いいパターンでもあります、こういうの成功,成功例もたくさんあります。 水俣病の患者の方と話をしました、えー、自主交渉という運動のリーダーの方の息子さんなんで川本さんは自主交渉という苦難の道を歩んだんですかと私が尋ねたところ父は人間を信じていたからとお答えになったその法的な手続きじゃなくて直接相対することをしたかったんだという息子さんのお話を聞きまして多分元徴用工 や元慰安婦の方々の尊厳を取り戻したい思いっていうのも同じ構図なんだろうな韓国の人々には日本の侵略を受け36年間の植民地支配を受けたという屈辱の記憶が刻み込まれております日本から圧力を受ければ必ず植民地支配の記憶が歓喜されます現在の世界を見渡して 第二次世界大戦の後始末っていうものをつけていない国っていうのは日本だけです侵略戦争をしたということあるいは植民地支配でどういうことをやったかっていうそういうことについてはっきりと反省するっていうそういうことが終わってないからできていないからあの戦争の後始末ができないというそういうことがあります。歴史理解と謝罪の中身 をどう理解するるかで大きなズレがあるそれが最初のボタンのかけ違いのボ最初のボタンであるこの最初のボタンのところをしっかり立ち返って見つめない限り貿易問題とかあそこら辺のこの軍事協定この情報協定の問題を云々してもいつまでたってもこの議論はやまないと思うわけです。2016年の オバマ大統領が広島に来た時のことを非常に印象深く見たんですね。でアメリカは原爆の投下は戦争を早く終わらせるために正しい選択だったというのがアメリカの公式見解です。しかしその国の大統領がその被爆によって直接被害を受けたお二人の方と直接言葉をかけたりあの背中をさすったりしているシーンを覚えてますけど。 その横に安倍さんんんは立ってんですよそ見てるでですすよよ見オバマさんがそこまでやるんだったら俺も腹決めてナヌムの家に行ってハルモニにを尋ねなきゃいかんなとなぜ彼は思わないのかそして日本のメディアもなぜその質問ができないのかここに我々の大きな根っこがあると思います。韓国ではパックネ大統領が登場して 安倍さんの歴史認識は強い批判を受けるようになりました。で、これに対して誘惑したのはアメリカのオバマ大統領です。14年の2月、ハームで三国首脳会談を開きまして、安倍氏に対して考え方を変えるように求めました。そして15年の末になりまして、ソウルで日韓外相会議が開かれて、慰安婦問題の合意が発表されました。安倍首相は、 日本政府の責任を認め、謝罪し、慰安婦の名誉回復と傷の治癒のために、日本の国庫から10億円を差し出すことになったわけであります。日韓条約請求権協定で、全て解決済みだと言っていましたのに、このような措置を取ったわけであります。しかし、安倍さんとしましては、納得して謝罪した、そういうものではなく、強いられた謝罪でありました。従いまして、安倍さんの中に、 強い痛み、えー、屈辱感というものは残ったわけであります、安倍さんとしては、えー、謝罪したということは一言も言わない、それから首相官邸のホームページには一切これを載せない、それからこの問題はで最終的に解決したんだから、国連でも一切この問題を取り扱うな、えー、持ち出すなということを韓国側にしている、こういうようなことをつけたわけです。傷つけられた 苦難を強いられた人々に寄り添う感性が歴史を見るときにあったのかということ、あるいはその問題をと向き合う良心、そして勇気の問題が問われているように思います。もしこの問題を放棄してしまうならば、いつまで謝ればいいのかという疑問になってしまう。 やはり韓国の人たちは真のの謝罪を求めてるんです韓国の人があの心からああ納得したっていうふうに思ってくれるほど謝罪してるのかっていうことなんです子供の時によく思いっきり力いっぱい壁にボールを投げるするとボールが手元に返ってくるわけですけどもまさに壁いっぱいにボールを力いっぱいに投げつけることが心からの謝罪である。 すると帰ってくるボールとは何か私は真実の許しだと思います力いっぱい謝罪のボールを投げれば本当に力いっぱい許しのボールが帰ってくる思いっきり言葉で相手を罵り批判した後抱き合って涙を流して許し合うそして酒を組み合わし一緒に食べ物を分かちそして和解と平和の道へ行くこの美学 この美学があるんだということを忍耐強く若い人たちにも呼びかけながら臨んでいきたいと思います。